こんにちは、四国メタンです。こんにちは。強盗失敗、済んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。千早、銀行強盗。久しぶり。23日昼、福岡市東区の郵便局に手刃物を持った50代男性が金を要求しました。郵便局従業員は110番通報し、男に金はないと話すと歩いて立ち去りました。その1時間後、現場近くをパトロールしていた警察が男と服装の似た男を発見。バッグより刃渡り15センチの包丁1本が見つかり、銃刀法違反で現行犯逮捕しました。久しぶりの銀行強盗事件、またしても失敗に終わったのだ。令和に強盗が成功するわけがないでしょう。男は生活が苦しく銀行強盗に陥ったと話しているそうよ。ちなみに正当な理由がない限り、刃渡り6センチ以上の刃物は銃刀法違反に当たるわ。強盗後にも現場付近をふらついてるあたり、逃げ切らないことを悟ってるのだ。強盗は成功しても失敗しても懲役5年以上の刑期になるから執行猶予はつかないわ。刑務所の中であれば生活が苦しくなることはない。幸せとは何か考えさせられるわね。生活困窮になった場合、まずは市役所の相談窓口に行くのだ。以上、自分のために生きてほしいニュースでした。続いてのニュースです。中央区、大量の魚の死骸。ピチピチ。22日未明、ペイペイドーム横のコモ川にて大量の魚の死骸が発見されました。魚に詳しいマリンワールド海の中道は、急激な気温上昇により赤潮が発生。赤潮が博多湾に滞留し、死んだ魚がコモ川へ流れ着いたと話しています。メタン、赤潮について詳しく教えろなのだ。赤潮とは海水が赤褐色に変色する現象で、異常増殖によるプランクトンの塊。プランクトンの塊は魚介類のエラを破壊させ、酸素不足で魚は死んでしまうわ。福岡で赤潮が発生した場合、ほとんどは日本海に流れていくけど、博多湾は海を囲う形をしているから、逃げ道がなく川に登ってきたみたいね。コモ川近隣は一軒家も立ち並んでいるし、死骸の生臭さがすごそうなのだ。異臭についての相談先は市役所の生活環境課が窓口になるけど、市役所職員はとりあえず見て帰って行ったわ。地下鉄からペイペイドーム前の通り道だし、早急に解決してほしいのだ。日差しによる水温上昇が大きく影響している件について、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期。続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いしますですわ。